日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。今週もファントムブレイブもう一人のマローネ編の方をやっていきましょう。ヒタケルの島でね、特訓をしているところでございます。サルファーを倒すためにと、いうわけでね、まあ、続きからやっていきましょう。よいしょ。クローネ、もしやこの修行はスプラウト流ではないのか。よくお分かりですね。彼を死とは仰いだこともあったからね。しかしだとすると先が思いやられるな。かなりの荒行が続くに違いない。あの白狼騎士団のラファエルがひるむ修行、マローネには耐えられるだろうか。もちろんよ。クローネも耐えたんでしょ。クローネは向こうの世界のおじいさんとは仲がいいの？仲がいい。そうですね。サルファーを倒すために徹底的にしごかれましたから。今日はなんて素晴らしい日なんでしょう。お師匠様をしごき倒せる日が来るなんて。クローネ、目が怖いわ。話し合いましょう。手加減無用。サルファを倒すためならどんな使用も耐えてみせようぞ。暴力はあまり好きじゃないんです。ですがご要望にお答えしましょう。クローネ、君楽しんでないかい？ふざけていれば気づかれないとでも思ってるのか。俺を倒した時に見せた一瞬の顔を忘れねえ。お前は俺と同じ目をしてるんだよ。さあ、というわけでやっていきましょう。トロッコ、スピードプラス20はありがたいね。スピード2倍 ?2 倍はやめない。何から受けてんの ?2 倍を。こっちから来てるね。この爆弾か。ということは、この爆弾をまず、でもこの爆弾を破壊、スピード2倍取られるよりかは、感じか。違う、スピード30。なるほど。だからこっちはこっちでコンファインしていく感じになるのかな。僕の出番か。こっちはこっちで、まあ、コンファインして倒すっちゃ倒すんだけど。行くぞ。コンファイン。運がなかったな。行きましょう。どうも。こっちも倒さないといけないよね。こっちをどう倒すかなんですよね。だからまずここら辺、こいつらだな。こいつらを、まあ、倒してからだね。そうだね。魔導合成師と、このナイト、オールナイト、オールキラー、ここら辺倒してからだな。もう一人ぐらいコンファインしておきましょうか。いや、いいや。行動終了。
で、これでアッシュに倒してもらおう。まあ多分一発じゃきついかな。一発じゃきついね。三発ぐらい必要だね。なんかすんげえでっかい金持ってるんですけど、あのドラゴン怖えな。よいしょ。あ、結構耐久力が高いですね。食らいなさい。アシッドレイン、あ、意外と食らう。まずい。スプラウトじゃないわ。あんだけ食らうって結構やばいんじゃないね、ラファエルさんが。アッシュは、あー、でもこっちも食らってんな。決めろ。あ、まずい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 。これまずいです。負けそうな気しかしてないんだけど。クールボムで倒せるかな。倒せる。スピードプラス30。風攻撃ができる。った、うん、とりあえずまずは、あ、倒せないか。これは厳しい戦いですな。コンファインしてます。コンファインしといて、でラファエルさんでしょ。炎、いやー、きつくないか。あ、倒せる。で、これ誰が食らってる。リエルさんか。リエル様死んでしまう。アッシュをやられてしまう。オルナットは耐える。ラファエルさんもここは耐えてくれそう。次の、あ、これか。これはまあバーストで削っていきましょう。60結構入ったな。うわー、スイカを持っていかれる。まずい。向こうのモンスターたちも進行してきた。これ攻撃当たんないのか。それは面倒ですな。こっちに逃げたいところではあるけど、コンファインしないとやばそうか。スプラウトと、ブラウトとフレイムさんにしとこう。あたいの出番かい。耐久もそれなりにありそうで、なんとか戦えそうな人に任せるとして。これ魔法届かないな。じゃあ終了で。ラファエルさん耐えてくれ。耐える。勝つ。これウォルナットは耐えてくれると思うんですけど、毒が入ってる。耐えるかな。耐えない。これ爆撃って炎技ですよね。83。なんか適当に拾うか。これで、これ拾って、とりあえず魔導防戦士倒しましょう。いいよ、ウォルナットは活躍してる。水技ないかな。ないな。逆の方が良かったかな。レベルが上がる。
とくと味わい。スプラウトはやっぱ強いですね。ただウォルナットがもうそろそろやられてしまいそう。これどうしたらいいんだ。マローネも動くに動けんもんな。とりあえずこいつ倒したいんだけど、クールボムこれ当たるかな。当たる。オッケーオッケー、倒せる。これは持ってなくて、効くのはウインドが効きそう。ウィンド当たるか。いやー当たんない。移動してどこまで移動できるかな。いや難しいね、この移動の調整が難しい。これこう来れば当たらない。当たる。オッケーオッケーオッケー。槍飛ばせたんだったらダメージが減るっちゃ減るんですが、場外に持っていかれてしまう。ここまで移動して、これ上越えれない、越えれなさそうだな。近くまで行って火炎山で倒せない。倒せると思うんだけど。倒せる。スプラウト強えな。ただスプラウトの残りターンはあと1ターンだね。次行動したら終わりなんで、ちょっと一回引いて、人出せるようにしておきます。よいしょ。ウォルナットがそのまま倒されちゃうと終わりなんで、クール、まあ、これは仕方ない、これは仕方ないんだけど、とりあえずコンファインで、あと2人かまともに使えそうなのは、トレイン。あ、もうそんな下打ちはやめて。さあドラゴンもやってくるが、スプラウトはお役御免かな。こっちに移動して投げよう。あれ、届くかな、あそこまで。よいしょ。届かないとちょっときついんだけど、77。いやきつくないか。でこれ鼻風で、多分これ風弱いんで、倒してほしかった、倒してほしかった。クールが効くんだよね。そうなんだよね。今技打つ前に気づいたんだけど、クールが効くのよ。これ割と積んで、いやこっちは倒せると思うんだけど、多分ここら辺をマローネで倒さないといけないっていう、ちょっときついよな。こっち移動して、これ火炎山じゃ無理か。これ火炎山で2人いけない、まあ、ウォルナットはもう
知らんのだけど俺なったら上から。いいいい、削るんだいやーまずいな。どら金が消える。まだな。やばい、我が声に応えよ。人がいなくなったやばいぞ。もうマラオネしかいないやり直しますか。ちょっとね、戦略をミスった気がしますね。さあというわけで次なんですが、炎、水、どうしようかな。まずね、片方をやった方がいいと思う。ここ3つコンバインして行きましょう。僕の出番か。コンファイン読んだかい。ここら辺の3人でこっち側を処理していきたいんですけど、こいつだな。こいつを倒して46か。アッシュがね、あんまり攻撃強くないんで、まだ仕方ない。畳みかけていくしかない。最初の方こっち側のモンスター動かないんで、まあ奥までは届きそうにないので、けさぎり。ラファエルもやっぱパワー不足を感じますね。スプラウトがいかに強いのかっていう。ただスプラウトはね、生きれる時間が短いので、そこがちょっとネックかな。さてこっからなんだけど、これワンチャンマローネで倒せないかな。無茶なことはやめとくか。種があるかを与えてくれる。これで倒せるでしょ。でよいしょ。で次こっちですよ。まだ動けるから、まだ動けるんでね、一応こっち側に寄せといて。でこれ風に弱いんで、これで倒してほしい。ああ倒せる。じゃあ移動しましょうか。さあ攻めてくる。こいつ炎に弱いんで、先に動けるかな。先に動けそうなだなと思って出したんですけど、ラファエルあと2ターンか。意外と動けないもんですね。違う、こっちが先に動くか。一応あと何ターン、あと2ターン。よいしょ。奥のやつが先に動いてほしいんだよ。場外送りにされるのがね、何気にめっちゃきついのよ。待ってました。ファイヤーでも全然食らわない。いかにスプラウトが強いかということを思い知らされるね。もう使えないのか。41エカルラート。あ、でも攻撃してこないぞ。やめろな。ウィンドウ、アシットレイン、耐える。とりあえずでも倒さないといけない。
いかんしね。複数技ないの？複数のここら辺の敵まとめて倒せるみたいな。ああこのポインポインがね、ポインポインが意外とめんどくさい。受けてみよう、受けてみよう。もう倒せる。ここまでか。倒せるんだけど、あー難しいところ。ファイヤーザーブリー。これ攻撃してこないのかな、意外と。とか言って急に攻撃してきたら終わるんだけどね。お、倒せる。ここまでか。それはでかい。攻撃されたわ。くらいなさい。でもあと2人でしょ、こっち側。こっち側あと2人だから、でここで満を持してのウォルナットですよ。勝手なことを。ここで満を持してのウォルナットと、ここでのスプラウト。これは強い。知らんけど。強いってことにしとこう。で、2人集まってくれた。あー、でも、水か。こいつは炎で。HP 依存のダークエボルス強いのかな。味方に当たります。うまいこと位置調整すれば味方に当たらないようにできそう。これがダークエボルスだ。これが、ね、だ。よ、弱い。意外と弱かった。全然ダメージ入らんかった。いや、まだ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 渋る。いや、ちょっとこっちの戦線はウォルナットに任せますわ。死ね。いいね。これ普通にバースト打った方が強そう。普通に打った方が。回復技なんだね。回復できるんだ。だからやっぱ強いわ。やっぱクローネの師匠なだけあるわ。ここでこれにお兄ちゃんコンファインして、短周量よ。これこのこいつが風に弱いとかない？この上のドラゴンないね。ちょっとこいつは次バースを倒すのに死にたいか。あ、倒せない。あ、ここでスプラウト終わりか。ファイヤー。あ、いや、まだラファエルが残した剣がある。まあ、バーストでいいか。どっちにしろアタック依存なんで。これでウォルナットとりあえず動けそうっちゃ動けそうですね。倒せる。次ここで一応水が効くんでしょう。だから魔剣芝はいいや。魔剣芝もよくて、フィームさん任せときな。さあ頑張るウォルナット。すべて君にかかっている。この金欲しいけどな。でもフレイムさん、クールボム、いいね。58。あれ、スイカ持てね。上にでかいの乗ってるからスイカが持てね。ミョゾティス。けさ切りでいいかな。6。弱い。もうこの人クソ雑魚だった。マイナス50。80。炎は炎に強いから最高バーガンディは使えないと。
もうラファエル次の攻撃ぐらいだったら耐えてくれるよね多分。よいしょ22。まあまあまあリエルさんよりかは何の役にも立たないリエルさんよりかはマシですね。あ、ミスったミスってしまった。コバルトブルー。しかし決める。あれやっぱスイカ持ってないけど固有技は強いね。いいぞ。場外に持っていかれなかった。ちょじゃもうリールさん、あ違う違う違う、投げてこのスイカを持ってここでリエールさんがスイカを持つことによってフレイムさんに次渡せるんで。オッケー、ウォルナットいい仕事した。この人からスイカ奪ってスイカを奪いましてコバルトブルーもう使えない。クールボムも次で終わりか。でもバーストでちまちま削るか。ああ行動終了。マローネも移動しますか。よいしょ。まあとりあえず攻撃しとくか。まあ食らうかどうかはさておき。3、3、4。普通か、風の翼弾、風の翼弾どっちだっけ忘れたけど、団長とは思えないほどの弱さですけど、もっとそんなところにやってくる。これマローネ狙ってる、もしかして。44、次のフレイムさんで倒せそう。オッケーオッケーオッケー、なんとかなりましたね。よいしょ。ふう、まあ、ちょっとね1回目はやらかしましたけども2回目でなんとかステージクリアとなります。彼女は想像以上に鬼教官だな。ボルナットは死んだか。うるせえよ、最初から死んでるだろうが。まだまだ。顔色が悪いよマローネ。これだけ激しい特訓はマローネにはきつかったかもしれないな。ちょっと休んだ方がいいんじゃないか。僕がその分頑張るからさ。大丈夫、私平気よ。ほらちょっと向こうで涼んでくるね。それは虹の貝殻ですか。あらクローネ、これね、アッシュが見つけてくれたの。私の宝物よ。宝物、こちらでも珍しい貝なんですね。綺麗でしょう、見てると元気が湧いてくるの。そうですか。あなたも向こうの世界で頑張ったんだもの。私もこれくらいでへこたれてちゃダメよね。その調子でお願いします。次は氷の森林島で特訓です。わかったわ、みんなに知らせてくる。宝物か。さあというわけでね、次は氷の森林島というところで、
いろいろやるそうですが、いろんなキャラをメイクできるようになりましたが、とりあえず回復しましょう。とりあえず回復ですよ。 OK、 というわけでトロッコのステータスでも確認しときますか。なんか使えるかな。なんか見たような気がしなくもないけど、まあそんなにかな。というわけでね、スイカのレベルアップできないかな。意外とね、このレベルアップも強くなりますんで、できるときに積極的にやっていくと。フレイムさんのスイカ、これあれかオルナットの装備がまた外れている。やはりスイカを失ってしまう。まあいいか、魔導合成とかまだいいかな。てなわけでね、次は氷の森林島というわけでね、また来週以降やっていきましょうか。今週は疲れた今週は疲れましたんで、さっきのステージでね、ここまでにしておきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。